入ってくるの、入りました、入りました。オッケーっす。行きましょう。これまだ敵陣行ってもまだ配置始まってないんで意味ないんですよ、はい。あ、そうなんだ。この、ね、入ってくるまでちょっと時間経つの待つよみたいな、そんな感じの時間なんで。あー、自由にちょっと動けるだけなんだ、無駄に。今は自由に動きますよみたいな。で、この時にロケランで自殺して、はい、弾回収して、いつもより撃てますよとかいうちょっと小技使ってる人も何人かいますね。なんすかそれ。ライマシで自殺リロードみたいな。そう、その開始前は自殺しても、デススキ入んねんで。はい。ガチ勢ですね。そうですね、弾数増やしてちょっとでも有利になろうみたいな、そういう人もいます。さあちょっとこれ、これもリメイクマップなんですよね、はい、実は言うと。過去坂にあったんですか、これは。そうですね、僕が得意としているモダンコンバット4にあるマップ。モダコン4のマップですか。そうですね。結構このマップ慣れてるっちゃ慣れてるんですけど、ちょっと5となるとちょっとエイムの合わせ方もちょっと変わってくるっていうか、ハントの感覚もちょっと違うんですよね。難しいな。結構押し込まれてきてる。大丈夫ですか、初見プレイの俺に負けたらもう謝罪もんですよ、そんなの。来てますからね、俺。やばいっすもん、マジで。どっから来る俺。どこだ、敵が。とりあえず走っちゃうんだよな。いた。オッケー、2枚抜き。やる。ボード。グレネード飛んできたな。下にいるのか、これ。赤点がついてくんないと敵がどこにいるのか全くわかんないですよ。そうですね、マップも多分、オパイさん全然わかんないですよね、これ。全くわかんないです。わかんないですね、これだと。ですよ、マジで。分かってたらやばいですよ。それよし、ドローン出します。あーやばい、めっちゃ角ついてる。ただなんか FPS めっちゃやってる人間ってなんとなくここ有利なんだろうなみたいな、ちょっと分かるじゃないですか、なんか感覚で。あそこで頭出しされたらまあ無理だわなみたいな。あー分かります分かります。なんかパラパラ漫画みたいになってたんですけど今。やばい。一時期 AW もそんな感じでした。頼む。お、倒した倒した。ナイスです、ナイスです。すげえ、あの距離腰打ち倒せちゃダメでしょ、FPS。 もう腰打ちメインゲーみたいな感じですからね。すごい。あ、右にいっぱいいんな。あーやばい、俺今赤点いっぱいついてますね。やばいっすね。やばい、ギリッチだろこれ。あ、ブラグの角度見せてほしい。こっち、後ろから行くか。これフラグもうまいこと使えたら強そうですね。ですね、もうこのゲーム爆発物自体強いんで、はい、まあ、使っていければ、まあ、安易にキルは取れていけるんじゃないかなと。なるほどね。じゃあフラグマスターを。はい、並びました。イエーイ。なんでそんなキルしてんすか。なんか、めっちゃ3人ぐらいが固まってるところの裏取っちゃったんですよね、なんか、ドヤ顔で。お、来た、こっち。行け、行け。あ、これ裏取れると楽ですね、立ち止まってるやつ相手に。裏取れるってね、もう、うん、結構楽にキル取れちゃいます。取れちゃいますね、もう。ブレ少ないですもんね。ですね。よし、エアストライクが出ました。何エアストライクって。エルストの縦流しバージョンみたいな。縦流しバージョン、なんか、落とす場所決められるんですよね。あーね。それで、なんか、エルストだったら、なんか、丸い枠1個、2個、3個みたいな感じじゃないですか。はい。それをなんか引っ張るみたいな感じですね。引っ張る？なんて言うんだろうな。スワイプだっけ？なんか、精密爆撃で自分を伸ばす位置、モダン3わかりますかね？わかりますわかります。の精密爆撃、ちょっと縦に流れるじゃないですか、落とした場所前。はいはいはい。それを自分で長さ調節するみたいな。長さまで選べるんだ、それはすごい。で、この爆撃支援っていうのは、もうなんか、COD じゃ強すぎるんですけど、その、敵がいる場所に勝手に爆撃落としてくれます。あ、やば。おっし、ナイスフラグ。めっちゃ強いんですよね、キルスト。COD と比べると攻撃的なキルストが。1回で4キルとか5キル簡単にできちゃうから、ね。もう簡単ですね。確定みたいな感じですよ。もう今爆撃2キルもしましたから。3キルしましたね、今で。いいな。8キルぐらいで出ちゃうんで、まあまだ楽な方かなって感じがしますけど、まあちょっと、じゃあさすがに。でも連続でするって言うほど簡単じゃないですよね。ですね。楽そうに言ってますけど、なんか。いや、僕でも出るときと出ないとき、もう普通にありますんで、難しいですよ。いぜよい先輩、先生。はい、なんでしょう。俺意外とキルしてないですか、ちょっと見てくださいよ。
おお、キルレイチ保ってるじゃないですか。すごくないですか、初見でこれ。やばいっすもん、それやばいっすもん。それもなんか、将来性あ、ガブルル。天才、天才で。モダコンに、その、秀才が現るみたいな。モダコンの申し子現る。やばいやばい、グレネードがやばい。上にいるな、これ。終わりたいな。いた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 、目の前にいる。やばい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 。もう47点じゃないですか、そろそろ終わっちゃう。さあ、ラストキルは誰が取っていく。あと1でラスト。来た。ラストです。来た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 。7キル5ですですよ。ナイスです。いいですね。天才。これ来ちゃったんじゃないですか、波が。いやー、これモダコン楽しいですね。俺もモダコンじゃちょっと練習します。ちょっともう今の楽しかったんで。おお。はい。モダコンのちょっと頑張って動画もちょっと撮ってみます。はい、頑張ってください。じゃあモダコンまたやるんで、またちょっと自分上手くなってきたなみたいななったらまたコラボしましょう。あ、全然こちらこそよろしくお願いします。はい。今度はもしかしたら4とかも買うかもしれないで、モダコンのどっかで楽しみです、それは。お会いしましょう。では今回ね、チャンネル登録者伊勢宵さん1万5000人ってか、まあもう1万8000人いってますけれども、はい、1万8000人いってます。1万8000人なんかいっちゃってますけれども、おめでとうございます。ありがとうございます。またまたどこかでコラボできたらなと、はい、こちらその時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上です。バイバイ。バイ。チャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。